トラップにもフェイントにも全く引っかからない。こっちの行動が全部読まれてる。発信機でもつけられたか。え、結局それじゃ罠を回避してくる説明がつかないわけよ。え、ちょっと行動の全てを把握するなんて滝壺の AIM ストーカーでも無理。セカンドサイトでもね。距離も遮蔽物も変動するこの状況じゃとっくに見失ってるはず。わからない、対抗手段が。そろそろ頃合いですかね。足を打ち抜いて身動きできなくなったら命乞いの始まり。まずいです。任務中なのに。いやでも、まあユミヤ様、このような場所で再会するなんてすごい偶然。今からでもぜひご一緒に。なんて誘われちゃったりしたら、私はそうですよね。さすが私ですわ。暗殺者として周囲に溶け込むスキル完璧です。ええ、決してボッチ特有の影の薄さが発動したわけではありませんよ。あ、いない。